いや、でも朝なんか結構参拝する人として多くてめんどくせえから行くね。結構多いけどね、心なしは。いや、人が見たい、人が一人いる、やだもん。ここいないから。いや、もう待つの。待つのもめんどくさい。ちょっと人間らしいじゃん。うん。イランラーメン今度箸つけた。どういうこと？え、箸をセットの中につけてた。はい、一蘭の箸って。面白い。じゃあその箸は何、まあまあ？洗って再利用できるみたいな。まず、あ、使えるとは思うけど。じゃあちょっと高いんだな。いつも通りの値段だよ。一袋400円。そういうさ、ラーメンそのラーメン屋で食うから美味しいラーメンであって、果たしてカップ麺で食べてどうかって。思うことあるけど、四角だからさ、借りてるんだよ、車。ここね、結構あのこっちから来る分にはサイド見えんだけどさ、通過ってか、手上げても通過してくるやつもいるから。こっちから見ると、こっちも車を来るの四角だから、多分向こうもね、歩行者四角で見にくるんだよ。まあ、本当は徐行しなきゃいけないんだけどね、うん、すぐ止まれるように見えてるように止まっても通過するのもいるけど、ゴミ収集車が今日もまたあそこにいるのかもな、警察。ああ、いそうね。昨日何人ぐらい捕まえられたのかな。相当捕まえんのかな。いや、あれ捕まえるでしょ。だってもうやってたじゃん、うん、メモ用紙とかいろいろ用意してたから、あれ書くやつ、うん、多分やる気満々じゃん、うん、まあ、相当な数しょっぴけんぞあれ。誘致してたけどほぼ止まんないからね。まあ、ちなみにもうレーザー商品は買わないことにしました。うん、いいじゃん。うん、ソロもそうだし、自分でちゃんと行ければ。うん、足が結構揃えたな、レーザー商品。やっぱレーザーいいものが使ってて思うけど。楽しかったな。うん、鎖場がないだけであんなに快適な登山できると。いやでも鎖場を認識、苦手意識持たん方がいいな。他の鎖があそこまでひどくはないから、本当は、うん、あそこはな、本当にダメ、トライしちゃいけなかった。いやでもトライしてよかったとも思うけどね、うん、それはもう生きてたから言えるだけであったら、ちゃんと死ななくてよかった。腹減った。まあ昼だからね、うん、本さんにはご飯あげたけど、我々やってるね、祭り。聞こえてくるね、音が。うん、ここいつも走ってる。あれコロナ禍の時ずっとやってなかったもんね。やれなかったね。3年ぶり多分。キラリの街の時。うん。ちょっとローソンだけよろしい。あ、ここどこ？ポプラとローソンの。そう、ポイントだけ回ってくる。
行こう。黒コーデでディズニー体の中行ったっていう写真が炎上しててかわいそうな、すごいみんな誹謗中傷しててすごいなと思って、全身黒コーデで中傷された方もわかんない。今日何か携帯を